皆さんこんにちは。ブレイクスルースピーキングの信本です。皆さんはどんなプレゼンを聞くと非常に説得力があると感じるでしょうか。データや情報がしっかりしていて論理的なんだけれども、何かこう心が動かされない、こう何かやる気になれない、そんな経験はなかったでしょうか。人は何かを売り込まれていると感じると逆にやる気をなくしてしまうものです。ではどうしたら共感を得ることができるのでしょうか。その成功の鍵はストーリーにあります。人は誰しもパーソナルなストーリー、身近に感じるストーリーを聞くと心が動くものです。これはビジネスや研究発表などのテクニカルな場においても同じことが言えます。聞き手にとってどんなストーリーを語ると身近に感じてもらえ共感を呼ぶことができるのか、それを考えて何かストーリーを語り、そしてポイントを伝える、それがプレゼンの成功の秘訣と言えます。今日のブレイクスルー、 Tell a story and make a point。 ストーリーを通してポイントを伝える。それではまた皆さん、次回